どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですねこれやってみました。根元のボリュームの出し方をやってみました。春になってきて、多分ふわっとしたヘアスタイルが結構皆さんこう人気というか、結構そのオーダーが結構多くなってきて、まあその時にこう分け目の部分ってやっぱりこうボリュームが出なくてペタンってなる方って結構多いかなと思うんですけど、それの簡単な方法をやってみました。ブラシを頭に当ててふわっとするだけでできる方法なので、もう練習したら簡単にできるかなと思いますので、いつもこうペタッとして気になる方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ、ね、まずは水スプレーで根元のボリューム出したいところを濡らしていきます。次に櫛でしっかりと溶かしていきます。ドライヤーで乾かしていきます。次に細めのブラシを使っていきます。で、ボリュームが欲しい部分、まあだいたいこの8から少し上のこのぐらいの髪の毛ですね、をまずちょっと取り分けて、でその状態でブラシを、まあ8の部分に当てて髪の毛を上に持ち上げます。するとこうやってボリュームが出てくれるので、この状態でドライヤーを当てていきます。当て終わったら少しだけこの状態で冷ましていきます。冷めたら外してあげると、このようにボリュームが出てきてます。このままだと少しちょっとボコッと出すぎてるので、軽くだけブラシを通していきます。反対側も同様に毛束を、8よりちょっと上の部分ですね、毛束を取ってブラシを8あたりぐらいから当てて、そのまま上に持ち上げます。するとこのぐらいのボリューム感が出てくるので、ドライヤーを当てていきます。少し時間を置いて外していくと立ち上がりが出てます。この状態をなじましていきます。あとは分け目を少しぐしゃぐしゃにするようにして、髪の毛をなじませていきます。ぐちゃぐちゃになじませて、ここの分け目の部分ですね、をこのテールで少しだけこうジグザグに取ってあげる、まあ、これはちょっと難しいんですけど、これを最後にこうなればいいですね、大体でいいんで、まあ、分け目が隠れるようになれば、で少しなじませてあげると自然なボリュームが出てきます。最後にスプレーで根元のこの立ち上がってる部分ですねをつまんで、下からスプレーを空気を入れるような感じで入れていきます。こんな感じで仕上がりました。
最初はちょっと難しいかもしれないですけど、慣れたら結構簡単にボリュームアップできますので、よかったらやってみてください。